こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、土曜の街シリーズ、今日見てくるのは、バーローからですね、見ていこうと思います。なんか、オープニングもぐるぐるさぶる記憶ないよ。これが何日土曜日、金曜日か、金曜日なんで、ここまでは、バローさんまでは、1日リポに来てるものですよ。このね、21日の、ところで、他の紹介しきれないところをまとめて出ると思うんで、なんか、多分すごい数になると思いますけど、明日がね、まだ、うちの日には届いてないけど、みたいなね、とはね、ぜひ21日に、いただけてもらえればいいんじゃないかなと、さあ、どれぐらいまで取れるのかな、なんてね、まだ資料入力してますからね。いやー、相当しんどいようですね。いざ始めてみたら、このクリスマスケーキとして、そんなにお願いができると思ったらね。まあ、大変ですね。ちょっとね、バナナさんもね、どんな感じなのかね、早速見ていきましょう。もう、切り口じゃない。もう、今編集してるのでもう BGM がもうやめなってきてますからね。さあ、早速ね、語ったところを見たところも、電車かどうかなんかね、チューズさんってなってるんですけど、バンドさんで、テナントが、アンテナと金耳みたいな感じで、ユニーのところが金耳に入りますみたいな感じで、チューズさんが、メディケとか、こういうのね、グルーのところでなんか、入ってるんですけど、そこのところと、共用のなんか、カタログみたいになるみたいですよね、ちょっと、ただの壮大も絡むんでっていうことだと思います。見ていきましょう。表にあるのはドローンズでね、って会見の方も消してますね、ということでございますね。これが、フラッグシップって形になるのかなって思います。で、締め切り30日で、2月2日と2日、両方でね、いろいろ私が指定でもらえるとは言われているらしいんで、ここの辺りも、改革開催した内容によって、違いがあるものだな、なんてと思いながらね、ドローンズでやると、こうやって見てみると、やっぱこれがね、フラッグシップになってるんやなとかね、わかりますね。大回転、大回り、一本1980円ほどでね、かなりドーンと上がっているようで、カニ本マグロと中トロに、マグロのホタテ、大バロのルサナマサーモン、カツノコの名前、トトピトダ、サマノエ、キュウリと、ドーンと入って出て、これで最低200円、これがまあ、メインになってくるよっていうところですね。なるほどなら、かなり、マグロメインでね、相当楽しめるような海鮮、海鮮でね、やっているのがね、ちょっと上手です。このマグロの重量がかかると、他のところでね、結構、コストパ重視な感じに作ってあって、で、最終的に3200円で、ベルトだと3000円切るようなお値段に、まとめ上げてあるというようなのは、かなり、マグロの高い値段になるんじゃないかなって感じますね。で、本編のところにもう一つ出てたら、これですね、本マグロの中トロ入り、3種のマグロのたっぷりまとめてて、ジムにバロンさんもね、イオンさん系な感じでね、タイトルが長い。ところが多かったので、意外とデータ入力するときに、不動産の仕組みならんこともありますよ。これでも本物の重量で、本物の重量が、今回メインに持ってきて、結果のものが結構メインに持ってきてた感じで、バチママグロとヒラママグロって感じで、その本物の重量が結局、トロロ感がしっかりとあるんで、で、結局、それを形するためだったら、間で言えば、結構ね、多いのは、本マグロを中トロに、本マグロの赤身も入れてますよ。そういうことは、大トロ、中トロとか赤身でよくありますけど、中トロのトロ感をしっかりと味わいたいんやったら、本マグロの赤身で挟んじゃうと、価格も高くなりますし、正直、結局、トロ感を味わうんだったら、サッパリ系のね、このバッと木肌バッチでね、挟んで、やっても、結局このトロ感が、しっかりと味わうんだから、それで、このトロ感としていいんじゃないかみたいな判断もあるんじゃないかなということですね。それが切ないことならない。これはこれでこういうアプローチっていうのも面白いですね。意外と、結局もう、ママのことやったら、ほんまのものだとかが出てる。攻めるところが多いんだから、こういったところを調整してくるっていうところが、結構考えて、バイヤーさんとか、商品開発部の方も動いてるなっていうのも見えますね。
で、バラードさんの特徴は、パッと見ると上のフォートとか結構メインストリームのところに5本巻き、サウンドの巻き、5本巻き、中巻き、5本巻きと、このあたりのセットが結構ファミリー層系に、作ってる感じが強いなっていうのがありますね。なるほどなっていうところでございますね。うん。で、一応順番にこの上から出てると、家族でだんだん、太巻き、腹ってても、家族でだんだんってなって、もうファミリー尊敬ですよって、わかりやすくて、ご家族みんなに優しくて、人気と太巻き、ご主人ことですね。やっぱりもう太巻きで、ところで、これ写真ね、ちょっとちっちゃく見えますけど、60ミリって、6センチですからね、結構太巻きですよ。5センチからね、太巻きの、まあ、基準みたいな感じのところになってますけど、ね、実際に4.5とか、ありますけど、他の6センチとかで、実は1センチ大きいので結構でかいと思います。なんか写真と、音声セットになってて、ね、ちょっと、引きのね、映像になってて、わかりにくいですけど、ちょっとこういう感じですね。海外の巻きに、海に巻き、海の恵み巻きから、物の出た巻きに、エビ型巻きで、この出た巻きの方は、胸の袋の状態ですね。ホーマグロのね、南半球版をマグロとでも見たいから、大舞台でかっこよく撮れる、南アジアですね。で、まあ、南半球版を撮れる、南マグロの名前をいただくんですけど、まあ、北の横が長もマグロなんで、南の横が南マグロって感じの、ところなんですけど、このね、しっかりであるっていう感じになってます。これでね、ほぼほぼですね、130円に、お金できるというところで、まあ、マグロを撮ってるなって感じですね。で、長いね、このままカラーするというか、580円じゃないのかな、みたいな。これ
の中でも細かく地域問題なんですよね。1800から9、ポテキグループが72程度と、こういうね、コロナ禍グループは同じか。それも耳が壊せてね、壊せて、イケージ名部にトロロマンキットブルドルですね。まあ、そのまま美味しいですからね、困るのに。終わったね。三重県でもね、その、三重県でいうと、伊勢湾でね、宇宙海の、お魚っていうイメージだったり、伊勢海とかもそうですけど、そういうようなイメージが強いところなんですけど、大阪の方は完全に紀州の方に流れてくるんで、大阪のところではなくてやると言いましたけど、完全に紀州の外海の、クマラナズって呼ばれてるね、完全に外海の、魚に流れてくるんで、実は身の締まり方とかもね、宇宙海のやつとはだいぶ変わってくるというので、実は、そこの境目を超えるとね、結構魚の仲間だったり、結構、並んでる魚の仲間だったりね、進むので、実は、木、奈良島がね、南ものが行くと、そういうことなんですね。まあ、魚の中でも、主要な熊の尾合わせ、この中でもね、主要な子を並んでますんで、ね、そういう境目のところで、この部分の方がいいんじゃないかな、というところでございます。で、九州の方まで、毎回ですよ、で、98年で、無線で流れてますね。で、次は、カニ巻きですね。カニカニとマヨネーズの相性を抜くことで、カニの7の具材を一緒に巻き込むことで、カニの美味しさとともに一緒に皮も楽しめることで、カニマヨネーズは何のカニだったとか、特にカニながら、普通のカニということでございますね。カニマヨに、カニのことを5、7の乗せたし、卵焼きに9、1ということなので、まあ、ジューシーやし、塩皮も、キュウリ、7の乗せたキュウリで、パリ、卵ふわ、カニのジュワに、トビコの入ってるんで、トビウオのものもね、これはもうプチプチなんで、かなり色のバリエーションがいいものの中で、初めのなんかこう、工夫が出されてるし、結構、バラエティーな商品になります。ちょっとね、これが800円で、900円で、次のところが、海の恵み焼き。これは、海鮮料理で入ってますよって言われてですね。マグロのビフォテ、エビからなど、6種類の海鮮具材、これが1分始めますよってことで、マグロのビフォテ、生エビ、サーモン、イカキン、卵、ネギって言ってくれね。まあ、いろんな海鮮がね、バラエティでね、いろいろ、やっぱ、出てたら食べたいよ、いうふうには、出てたら、こういう意見、ここもね、かなり、耳にまとめられるっていうのも、うまいことですね。で、あと、肉巻きですね。ね、やっぱ肉巻きで山の人入ってくるような感じになってきますね。流れ的に。で、肉好きなら、やっぱ、肉の甘みを払うのがあれば、プロレスが出ないから、今までずっとございますね。多分、これ、普通の料理がめちゃくちゃ増えてくるじゃないですか、大巻きで。多分、これ、ってことは、アメリカからの方で、多分、物流がだいぶ出てきてきてるのかな、っていう感じです。まあ、ここからだと、多分、ここからで絡んでないんで、多分、アメリカさんか、王子、王子のあたりとか、そういった感触とかを、まあ、それこそ、もう、目標体契約で、そういうのをやるようなやり方、やるっていうのを聞くことがあるんですけど、多分、アメリカじゃないかな。でも、今はもう、王子も、そのあたりから結構、規定できるようになっていると思うんですけど、人の方もね、王子と、アメリカだと、アメリカで VI で、まとめが出てくるところだったんですけど、実は王子は公開、必須、っていうようなやり方があって、あれですよね、吉野家が、昔、米国産牛乳が輸入できなかったって言ってね、牛丼がはまりやすくなるんですけど、わーってなるときに、吉野家が、時に一番偉いことしてるんじゃなくて、っていうのは、当時、吉野家で、本当に有用な人じゃなかったんですよね。中野とか、うどん、もともとうどん屋さんがあって、うどんがあって、牛丼があって、親子丼があって、みたいなところです。で、松屋はもう、昔からレースもあって、スキヤはね、いろんなバラエティがあると思うとか、牛丼もいろんなバラエティがあってっていう、もう昔からバラエティで栄養を取ってという中で、当時、吉野家はもう牛丼一つ、牛丼オンリー、鮭定食、朝は鮭定食があるけど、朝はもう本当に牛丼しかないという時代があったんですよ。で、その当時、牛丼が取り上げた仲間もなった時にね、その時になんかちょっとちらっと、これはその吉野家の人に聞いたわけじゃなくて、大食のコンサルタントとか、そういう人から聞いたとかの話は、実はそれで王子の肉に切り替えをするようになったんですけど、どこかだったらガーンと入れたからどこかだけ国産牛乳に切り替えしたのかなんですけど、それ以外は基本的に王子に切り替えとかもう牛丼の3倍やめちゃうから、マスクやはもうやめちゃったんだよね。まず最初は、中川さんに読んだんだ。
やめて、他の、ダダロンかそっちの方に行って、もうやっていくっていう感じに、パパッとシフトをチェンジして、で、マフィアは最後までのことなんだ、最初にもう、じゃあもうとんとんもつくと思ってるのは、もともとマフィアのそのキッチンが、バックヤードが、定食とかも作るような全然作ってあるんで、別にその増やしやすい環境だったんですよ。カレーとかもともとやっとし。だから、いろいろバラエティが全然なかったの牛丼だったんで、そもそもその牛丼の比率が一番低かったんですよね、マフィアが。定食にも使われることが必要になって、それで、最後まで牛丼が残ったんだけど、マフィアは相当に大きい機械でたんですよ。これは理由があって、あ、それもコンサルの方が聞いたんですけど、マフィアっていろんなものに使われるじゃないですか。定食でもね、いろんな、ね、部位のやつとか使える。牛丼やとその部位、決められた部位のやつが関わらないんですけど、それ以外のこの化学商品をいっぱい持っているんで、そういう時に大きいだと、いわゆる大合いが必要じゃないという話になって、アメリカでね、その牛丼を使う上でくださいなと思ってくださってできたんですけど、王子もそうはいかない。今は違うと思います。20年ぐらい前の話ですからね。当時は王子は、だらと、もう後輩が必要になってくるみたいなのがあって、で、マフィアは、まあ、他の牛丼を買っても、その牛丼を買った定食作ったらいいし、で、他の外食店もここで出てきて、まあ、それが、スキヤも同じですね。スキヤも、結局、グループで、全商グループじゃないですか。で、それこそ、ビッグボーイとかパンコもあるんで、まあ、そこそこで牛肉が重要になってくるから、じゃあ、ビッグボーイから肉と、まとめてドーンと配膳商で買って、じゃあ、牛丼用に買われるのは、スキヤに流れて、まあ、もともとそのシステムに近いものを持ってたんで、それを、よりね、グループ全体の一価格買い上げで、グループ、使う部位ごとに、で、修行会とかにそういうのを持ってて、効率よく買いましょうみたいな。ならば、比較的すぐ出てきた。中で言うと、吉宗だけが、もう本当に牛丼一筋やったんで、その部位以外も使うような、やり方とか、バラエティーの商品を買わないといけないなって、結構、まあ、一応は牛ですもん。結構、牛丼一筋までね、当時。っていうのは、ありますね。ただ、修行会も合わせていろいろ作ったんだけど、結構、方法がなんか軒並み失敗しちゃってたところがあって、一人巻きみたいな感じになっておりで、大丈夫かなみたいなところが、今ね、もう一回しまましたけどね、っていうのがありましたね。こういう、なかなか、正直、カレーとかその時に始めたんですけど、まあ、店がちょっとオペレーション変わりそうなんだい。キッチンがね、もう牛丼しか作らないように、もう最初ここにて、作ってある生地なんで、じゃあ、それでカレーを作らないと結構大変なんですよね。もともとカレー作るでね、私のマフィアとか、他の頃はね、もともとカレー作るような調理場があって、だから中はね、うどんを作る調理場があって、親子の準備作るような調理場も戻るし、まあ、その調理場のところはね、動けてたら、牛丼ってシャッて、ポーンって開けてるじゃないですか。そのスペースだけでいいから、それから置いて、こういったハッピーやったところの、特化が必要なところだったんで、そこで結構苦労して、だから、もうキッチンも、結構今までも、ガラガラ変えるじゃないから、吉野家で。あれ結構その時からの流れで、ずっとガタガタ、結構、システム方針が、なんですけど、基本戦略がもうその、牛丼の一つの基本戦略があったんで、そこのところは結構、船内を獲得とか、大苦労してたんだろうなっていうのは見えましたね。その場合は、もともと服装ペを持ってる会社との機会とか結構あるなぁなんてことは、ロロロバギの巻の人から、死んじゃいましたというこれでございます。もうないわ。刺されないわ。この辺の時に巻きが、直径が、もう全然違うんで、ちょっと、この辺の近くの確認で、どちらかごめんなさい。マダイ巻き50の、サーモンとブリトロは、60で、カタクマ巻きも60の、めめくみ巻き、めめくみ巻きも60で、和牛巻きも50でいいんだね。ちょっと、バラつけてるんで、また、気になる方は、しっかり体を見ていただいたらいいかなと思います。ということで、最後にヒヤッと乗せるのが、海外のごま巻きとか、またベーシックなごま巻きは、後ろにね、ちょこんと乗っておりますところで、海外のごま巻きみたいなっていうところがメインであって、ごま
方にも、はい、バラエティで使います。多分これがチームフードの感覚なんじゃないかなっていうことなんだと思います。まあね、あのお寿司屋さんから、ね、会社が違う場合にはね、カーネット席を持ったりとかね、まあ、ね、そのままグループ会社とかにね、さすがにちょっと売上げの影響というのがあるので、まあ、大きな方法を取ってしまうみたいなのがあったりすることがありますから、バッ、水産とテレビでバッチバチに取ってくる、同じ店内で同じ会社でも戦わせてる会社もありますし、連携、ザ連携っていうところもありますしね。だから、その辺りがね、結構会社によって、違うんで、面白いところかなと思いますね。で、こっちは AI から書くことですと、グラダの卵や金の王の栄養を終わるに看病と、動画を撮るとどうもですね、動画を撮り、次に、買い物を切って、8人を切って、4人を切って、4人を切って、ダッサランダーの大巻きやと、そこはどういう意味やって、5センチでね、5センチの7から18センチあります。しっかりした、おはがきでございますよ。ちゃんとですね、変化がなかったりますと。いいことでございます。ただね、ということでございますね。で、実装してみると、こんな感じと。ハーフセットとか、まあ、ありますけど、やっぱセット2が、目立たせてる場合には、実は、最初の、見ただけだと、キャビンのラインナップとやるのも、なんか見方としては面白いですね。うん。っていうところが、まあ、回転方向に、まあ、あの順番で言うとね、体の順番で言うと、下にあるのが、まあ、フラダーシップに入ってくることですよね。というような、売りの一番、何でここを解けてもらうかな。数一は、数一どこに売ってたのか、意外とばらけてたのよ。まあ、とても魅力的な感じで作ってあるので、と、点とかさせる感じ少ないんだよな。まあ、絵本巻きで書く、書こうとしてる感じもそこまでないですね。うん。うん。結構そういう感じですもんね。どうせ取れたまま、あの、刀のどうせね、取れたまま。とかがあるかなっていうところでございますね。まあ、だから、意外と売りは、セットの家族売りで作りたいのかな、どうなんでしょうね。ちょっとこれは、パッと見で、ちょっとわからないですね。っていう感じでございましたと。そこでね、比較をしてみると、よいしょ。すみません、山中から先に作っとったよね。あれをときながら、わからない。よいしょ。バーロを、オーバーのリムに持ってて、ちょっと山中とか、みんなで当たったことに作らないと、別に大丈夫でもいいんだけど、ちょっと非常に、必ず取るものでね。バーロは、ですから、最高価格は3,299円で、最低価格は4,495円。意外と上下しっかりと振ってるんですね。で、495円ってことは、セブンイレブンの恵方巻きと値段変わらんのか。はぁ、で、セブンイレブンのこれ、恵方巻きは、こっちが大変、どっちやったっけ。これは50か。5センチ。だからローソンもね。だからこうしてみると、ローソンはね、同じ5センチで、長さがね、ちょっと短くて484に。アイテムで見ると13アイテム、まあ結構揃えてあって、
しっかりと揃えてあって、セット販売が実はポーンと、あ、動線は目立つところになったんですけど、実は3層目を置いてて、で、途中としてハーフが少ないですね。ハーフミニサイズの販売が実は、セット販売の2つ、オンリーで、単品は実はハーフ販売がないというところも結構割り引きで、やってるなと思います。多分、当時の販売はハーフも売ると思うんですけどね。これは大変結構関心がないので、予約はもう一本で、ハーフは当時のみたいな感じにしてるかもしれません。なるほど。わかる。なるほど。こういうのが、この、結構、しっかりと抑えるのを抑えてあるなという感じの、やはりなのでございましたね。ということでね、今の我慢以上で締めさせていただいて、明日なんだ。明日、怒涛の勢いでやられてるのでね、覚悟しておいてください。ランクの大きな更新費用なら、とりあえず作ったら考えますということで、ね、とりあえず今日はこれでおります。あ、ごめん、これが9時に公開されて、11時に、ちょっと予備の動画がね、サラセレの方の、予備動画が上がりますんで、今日の放送はあるのかな、まあ、4つ目的に今日は。21日、どうなることなら、ということで。今日はこれまでで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。多分、その回でめちゃくちゃ短い。申し訳ないけど、多分、めちゃくちゃ短いので、5分ぐらいで、ちゃ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 、ババ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 バ